カトリーヌ・ド・ブルゴーニュは、ブルゴーニュ公、フィリップ・ル・アルディとその妻のフランドル・ジョハク・マルグリット3世の間の娘。前方オーストリアを治めるオーストリア公、レオポルト4世の妻となった。ドイツ語名は、カタリーナ・フォン・ブルグント。ブルゴーニュ公爵夫妻の第五子、次女として生まれた。長兄、ジャンサンプールは、ブルゴーニュ公、次弟アントワーヌは、ブラバント公。 マッテイ・フィリップはヌベール及びルテル博、姉マルグリットは、バイエルン公ビルヘルム2世の妻、妹マリーは、サボヤ博アメデオ8世の妻である。1393年、レオポルト4世と結婚する。結婚に際してカトリーヌは婚子を自由に運営する、ことなど、夫から大幅に自立して暮らす権利を認められた。カトリーヌは、両親の所領に隣接するアルザスに今日構え、まるで、 ブルゴーニュ公爵家の代官と見えるほどに実家の利益のために所領経営を行った。カタリーナのこうした政治姿勢は地元アルザスの貴族たちからは悪感情を持って見られていた。レオポルト4世とは間に子供のないまま1411年に死別し、カタリーナは長く焦がれていた故郷に帰った。1414 14年。 マクシミリアン・シュマースマン・フォン・ダッポルト・シュタインと再婚した。死後、一族の眠るシャンモル修道院に葬られた。ありがとうございます。